回も、はい、いわゆるそのドリルを途中で送っていただいて、はい、やってみて、なんか自分でどうですか。なんかこの手離すやつはできてるのかなと思うんですけど、フルスイングしようとしたらなんかちょっとできてるのかわからなくて。確かにこうめちゃくちゃ救ってるっていう感じではないので、一回ちょっと前回の話す通りだったので、はい、めっちゃうまいですね。で、今のなんかこう潰れた音と、はい、それショットとちょっと音違うの分かりますか。はい、そうなるとちょっと潰れた音というよりかはちょっとカツンって、はい、歯に当たってる感じじゃないですか、はい、で、ちょっと貸してもらっていいですか。ドリルの時は、はい、当たり前なんですけど、まあ、頭ぐらいからバーってやるじゃないですか。で、これがフルショットになった時に今のこのリリース動作ができないバックスイングをされてるんですね。だからフルショットになるとちょっとなんか全然ドリルとまた全然感情が変わってきてしまうことがあるんですけど、はい、ちょっと練習しますか。で、じゃあもう一回ちょっと今のドリルのつもりでバックスイングしてみますか。はい、で、まあこうですよね、はい、で、ここからこうバンクが中に、で、実際にここからですね、ここからフルショットになった時に、いわゆるこうトップに上がってきた時に、今この手と体のこの距離ありますよね、はい、この距離が変わらないところ、あ、はい、これ変わってないの分かります、はい、でもこのバックスイングって普段の自分とちょっと違うの分かりますかね、はい、ドリルはここからパーンってやってるんだけど、はい、これがフルショットになった瞬間にこうなってくるんですね。あ、はい、これなんか自分でやりやすい感じなんですか、はい、ここの距離感がめちゃくちゃこう詰まってきちゃうんです、はい、で詰まると当たり前なんですけど下ろせないから、はい、結局あ、はい、スペースがある方にクラブを落としてスクイッチみたいになっちゃうんですね。で、ちょっと当てしまって、この時にですね、はい、ここから手を持ち上げたんだけど、はい、持ち上げないでほしいんです。トップに上げてる時は感覚的には、はい、ここからこう離してほしいんですよ。あ、だからこうバックスイングしたら向こうに持っていくと、あ、遠くに、遠くにで、はい、ここにこうスペースがあるとドリルと同じ感じで力入れられるんだけど、はい、フルショットになるとちょっとこうなったんですね、はい、要するに体が少しこうそっくり返っちゃう、はい、それによってそっくり返った体は戻ろうとするので結果的にこうすくい打ちの傾向になりやすくなるんです、はい、とアドレスします。スイングします、はい、でこれ今手が体が遠いですよね、はい、でこの遠い関係のままバックスイングだけどこんな感じですよね、はい、これがこう近づけば近づくほどリリースができなくなるので、そこだけちょっと意識してちょっとバックスイングします。そこから振ってください。それでちょっと覚えてます。めっちゃいい音したの、はい、めっちゃいい音したの、はい、今のってドリルと同じ感触で、はい、フルショットだけど結構こう潰せてる感覚、はい、でちょっと見てもらっていいですか。で、多くの人が手がしたのはこうショットで、はい、単純にこのトップオブスイングだけ考えると腕は当然上に上がってるので
実際に腕をこう上にこう持ち上げようとして実際今バックスイングしてるんですが、で持ち上げようとすればするほどこの動きに伴って体がこっち側にそっくり返ってきて、なおかつ手が体に近くなってしまうので、このままのこの動作の反作用として結果的にこういう風に集中の傾向になってしまうんです。だからドリルでこっからパンってやって、こっからバックスイングで体が回ってきた時には手を持ち上げるっていう発想よりは少し体から遠ざかる、体から結構手を遠くに上げてくればするほどダウンスイングで下に横だけやる。だからこの上げた時のテイクバックからフルショットになった瞬間に手を上に上げるっていう発想を頭から消してほしいんです。フルショットは手を遠ざけると思うんでバックスイングします。はい、これがいいですか。理想はこれ体そっくり返ってるのが、はい、これがフルショットってなった瞬間にこうちょっとそっくり返っちゃう、はい、でこのまま上から打ったらほらもう手を降りてこないじゃないですか、はい、だからこうやって下ろすしかなくなっちゃう。あ、はいはい、ほんと結果的にスピーチになっちゃうので、そうこの時にできるだけ手が遠くて体がこうそっくり返らないようにね、はい、そうそうそう、このか手が結構前の方面にありますので、はい、そこだけ意識してドリルを意識してると思います。手は上に上げなくていい。おお。おお全然音が違います。全然違う。だからポイントとしては、使ってもらっていいですか。はい。まあ、この構えた時には、はい、この体と手のこの距離があるじゃないですか。でこの距離がこうバッチングしてもあんまりこれって変わってほしくないんですよ、ね。でこれが持ち上げ動作が入ってしまうと距離がこう近くなっちゃうんですよ。近くなる。この手を下ろせないから結果的にスペースまでの方向にブロックしてスピリチになっちゃうんですよ。だからまずドリルはできてます。ここからフルショットってなった時は上に上げるんじゃなくて体から離すっていう感覚があると、はい、同じ感じでも力が入るようになるし、フルショットになった時に変なことになるってこの感覚にならないんで、はい、まずこの距離感をちょっと意識してほしい。今めちゃくちゃ良かったです。はい、めちゃくちゃ振りやすくて、ね、だからまあよくゴルフでリバースピコットって言うんですけど、こうちょっと一旦バックになりやすいんですよ、はい、そうなる人結構多いんですけど、それって手を持ち上げる動作が入っちゃうんです。手は上に上げなくていいです。ドリルの延長で手を遠くにして手元を遠くに持ってきます。バックスイングして手は遠く、そこからトーン、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 地面に出るようになるんです、はい、こう作ってる感覚なくなります、はい、そうするとフルスペースが作れるので、多分振っててもそんな苦しくないし、はい、上げた時はちょっと遠くで届かないかなっていう不安があるかもしれないけど、結果的にドーンって叩ける、はい、体のこの持ち上げるっていうか、このそっくり返る動作をなくすために感覚的にはちょっと離す、交代できましょう。上に上げなくていいんですよ。そっから叩く。そう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 。そうそう、カツラなんてしゃぐってる感じがなくなるので、はい、上からすごい叩けてる感じ。叩ける感じですよ、はい、そうそう、手は上に上げなくていいんです。叩く前提で遠くに行きます。そっから、おー、めっちゃダウンブローです。実感ありますよね、はいはい、なので今のを、まあ、練習してほしいんですけど、どうかしますですか。で今のを覚えるために、はい、テーマとしてはゴルフっていうのはこう手を持ち上げれば持ち上げるほど当然手が体に近づいてしまうので、もうスイングアウトもちっちゃくなるし、こう振れなくなってしまう。だからできる限り、まあ、体からこう遠くに、一流の選手ってここが長いんですよ。こうやってあげてる選手ってあんまりいないですよ、はい、いくら意識してもここでこうなった瞬間にもうこういう未来が見えてしまうので、できるだけ離したいので、基本的に僕の
ドリルの中で、あの多分知らないと思うんですけど、僕が一番写真出したのを知ってますか？いや、知らないです。はい。ボルは直線運動っていう本を出したんですけど、その時に紹介しているドリルをやってもらいたいんですけど、構えます。大の字ドリルっていうんですけど、手を伸ばします。真横に。そこに手を持っていきます。こっから、こう。もう自分の中で目いっぱい遠い位置、ここからこう、ここに左手を持ってくる、こんなに体から手が遠いんだって方が、ドーンとボールを地面に叩けられると思うので、ちょっとやってみますか。肩ドレスして、はい、できるだけ離します、はい、そこに左手を持ってきます。そう、遠くないですか？はい、すごい、はい、でも今のが、まあ、映像見てもらうと分かるけど、はい、全然遠くないんですよ。ちょっと見返ってみましょう。そして、はい、右手をパッと横に離します、はい、でここの位置が変わらないようにここに左手を持っておきます。すごい遠くないですか？すごい遠いです。普段はここにあるんです、はい、分かります？これ自分で多分やりやすいですよね。こんなとこにないですよね、はい、ドライバーからショートアイアンまで全部この距離感でやってほしいんです。もう一回やってみましょう。右手をそこに開いてもらっていきます。はい、そこから打つ。そう、めちゃくちゃこう使えないの分かりますか？はい、はい、下に振らないと届かない感覚になる。はい、そうするといわゆるアッパースイングがだんだんダウンブローにさらに変わってくるので、普通に握ってる時もこの距離感はかなり意識して、はい、で自分で何回合ってるかどうか分かんなくなったら大の字ドリルで手を伸ばしてそこに持っていって、そこからパーンってこう作ったら全く当たらなくなる。もう一回やってみよう。はい、右手を離してそこに開いて戻ります。そこで握っていいですよ。はい、そこから打ちます。どうぞ。どうぞ。めちゃくちゃほらいいでしょ。全然当たる気がしないのに、すごい綺麗に当たります。それは前回のこのリリースの練習をしてきたから。ああ、はい。あんな遠いとこから作って打ってる人は当たる気がしないんですよ。でもリリースが練習されてると遠い位置から力を入れた方がよりこうパワーが伝わるのがだんだん分かってくる、はい、だからまず腕の使い方を徹底的にやりましたよね。これが今度近いと思いっきり触れないから、はい、離しておいて下にこう振るともっとこう力が伸びます。はい、ちょっと最後もう一回行きましょう。目いっぱい離して、開いてもらってください。そこからいただきます。おお、普通にダウンブロース。おお。いや、なんかすごいミート率も良くなった気がする。はい。それだけゴルフってやっぱりこう半径がね、ゴルフってこう構えた時のボールと地面と腕の長さ、クラブの中の半径が決まってるから、その半径が変わっちゃうと、やっぱり当てるためには。何か自分にこう近づかない、はい、もしくは何かやらないと当たらないですよ。この半径が変わってないければそんなに実は難しくないので、ここが変わってしまうとすごく難しいので、ちょっとしばらくその台の字取りやりながら、はい、遠い位置から前回のこのリリース感をやると、今みたいに全部上から入ってこう作ってる感覚がなくなってくるので、はい、ぜひやってみてください。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと長いクラブではちょっと難しいけど、ドライバーとかでも同じです、はい、こうやって遠いとこからバーンと振ると、はい、当たる気しないけど当たりますから、ぜひやってみてください。はい、はい、ありがとうございました。前回ので練習してて、すごい自分が反り上がってるのが動画撮ってて分かってたんですけど、それをちゃんと指摘されて、あのならないようなスイングを教えていただいて、すごいミート率も上がったような感じがしたので、ちょっと次回までに大の字ドリルを完璧にしていきたいと思います。